有吉ゼミありがとうございました。おお、ありがとうございます。ついに出させていただきましたけども、何食べたんですか？中華焼きそばです。焼きそばと牛リンチ、これ直前に放送オンエアされた。あ、じゃあもう見てる。牛リンチとハンバーガー2個ポンポン。やば、どうやった手応え？めっちゃきつかった。だってこの体で大食いやろ。そうなの。いや俺もやっぱさ、周りが結構激辛出てたから、うん、俺も激辛かなと思って。お前激辛言ったらほんまにあかんの。もうあっちかー。おい、ゼロ吉やぞお前。でもゆうたろうとかみくみの話もしようと思ったんだけど、やっぱ知名度まだないから。知らん人が知らん人の話してもね。俺はいい。知らん先生から。ごめんごめん、ここは知らん先生。それで自分もさ、周りの人に助けてもらったなって思って、オズワルドさんもすごい素敵な方だな、浪岡さんも。ああ、その並びでケンスケ君いたんですか？そう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 。やば。ただのギャル曽根さんはすごいね、やっぱすごい。うちらが中学校とかにギャル曽根さん出てた。そう、確かに全盛期くらいですよね。まだ続けてる。食い続けてる。特殊能力だなって思った。確かに唯一無二の存在から、ね、一番素敵なのはやっぱ食べ方が本当に綺麗。あ、そうだ。だからどんだけ食べてても僕も食べたいなって思う。あ、じゃあ完食できたってことでいいんですか？何を全部。え、そういうこと今食べたいって思う。いや、思った。時間がね、あそこ難しい。こういうゲームやからな、うん、時間が、うん、でも感触良かった感じしません？雰囲気的に一応やることはやったみたいだね。でも正直めちゃくちゃ不安。まだオンエア見てない、正直ね。そうね、オンエア見てない。オンエアされた後にこれが出るじゃん。ダイジェスト送りやったらどうしようかなと思って喋ってる。いや、でも編集ってすごいですから。でもゆうたろうの宣伝も一人だよ。あ、嬉しい、うん。まあ、エアコンの話も。てかさ、ずっと真ん中に席があるんで。そうなの。ゲスト来るかなと思ったら、オープニングトークして。見たいとこないから。全然。事前にアップされたよな、Twitter。そうそうそう。だから別に驚きないから、もったいぶんなくていいのよ。しかも、広かったで、動画も。なんかこう、撮り終わった後に、人に参るも。よく聞いてますよね、マジで。僕たちの遊び場に出演しまーす。稽古場の合間に撮ったんだなとか、うん、仕事合間にこの感じ満載だったよね。でも本当に素敵な方だった。なるほど、楽しみですね。こういうふりすると続々してるんでしょうね。彼はでも全然入ってこない。おそらく呼んだ方がいいやつです。そうなん。へいへい、くれますね。へいへい。頭に切ってないから。なので、なんか聞いた、あの人は腕組む時って構えてるらしい。心閉ざして煽りたいんだ。で、しかも俺今喋った時にちょうど足を踏み込もうと男タイミングで。来たぜ来たぜ。頑張ってる。遊び場来たぜ。いやー、ようやく来れました。ちょっと俺マジで出たくて。嬉しい。この遊び場のドンにめちゃめちゃ頭下げてようやく来れたんですよ。遊び場のドンって誰？ドン太郎。ドン。なんて言いました？ゆうたろ。あ、そうです。そうなんだ。よろしくお願いします。あ、やっぱそうやったっす。でも意外とつながりあるもんね。あの、そうそう、みんなね、あれですよね。なんか珍しいね。この辺みんな連絡先交換してるっていうのは。あ、確かに確かに、うん、すごい。そうね、うん、トワイトなんかやったら。そうそうそう。俺ね、ゆうたろうくんに2回言った。初めて一緒になった時に、はい、遊び場ちょっと俺出たいんで、はい、ぜひよろしくお願いします、うん、で、その次の現場で一緒になった時に遊びばーだな。珍しいな、そこまで言ってな。そうそうそう。何よりもですよ、多分皆さんのお声もあったと思うんです。うん、純平くん出してくださいって。うんうん、本当に皆さん、ちょっとそれはちょっと思わなかった。遊び場という番組、皆さん 2.5 界隈でなんて言われてるか知ってます？まあ、それじゃない。違います。 2.5 界隈のしゃべくりセブンと呼ばれてます。この番組出たらこの界隈でもう売れたも同然ですよ。その番組なんだ。あので、なんかちょっとゴミある。あれ、あ、こらー、待って、ゴミ出してもらっていいですか？こらめっちゃ威嚇してる。ちょっと、あの橋本翔平って言ったらバルマートしかないのよ、最近。確かに、よく見られてますね。そう、ツイッターでやってますね。なので、もうちょ、やっちゃっていいですか？あ、嬉しい。ちょっと期待してた。じゃあ、それやる前に、あれ、挨拶。あ、そうだ。でも、だからこれそれをさ、かぶつけて挨拶したら、なんかすごい。やってみせる。え、でもさ、そんなもう、はいはいはいって配っちゃう感じ？いや、だからちゃんとお前のどういうのを
説明しなあかんねん。どういうあれで作りましたわってやって、はい、その後に最後やってこれで終われる。あ、なるほどね。じゃちゃんと時間もらえます。僕はで、まあ、分かった。それに対してどんぐらいかかる。7時間みんなで本気で考えて。クマすごいよ。確かに、うん、これね、前から作れないんすよ。あ、そうだ、ギリギリ作れないと。よっしゃー、それではじゃあ参りましょうか、はい、バルバート皆さんのために作ってきました。ありがとうございます、はい、まずね、これだけ何もつけないけど。あー、ありがとうございます。なるほど、なにこれ。え、僕これがいい。強すぎでしょう。うわ、すごっ。え、すげー。もう、すごい。こういう人原宿にいますよ。そうやろ。これね、ダメなんだ。花声になってる。これで何本使ってる。10本ぐらい、でも、大体この1段で1本って感じ。でも帽子の中の基礎みたいな。そう、これね、もうめっちゃ基礎なの。これが、ね、このような感じでちょっと皆さんのちょっとイメージに合ったものを作ってきました、ね、じゃあまずね、誰からいきましょう。ゆうたろちゃん。おお、これでもゆうたろとね、翔平くんがそれなりに交流があるのが意外だよね。なんか意外そう。そうなの。以前ね、同じ役をやってました、ね、同じ役そうですよ。そうなんです。衣装もそのまま継がせていただいて、橋本翔平って書いてあるんですよ。あら、天使なの。やっぱ、やっぱり人材が、ね、天使やけど。はい、ということで。お、すげー。こちら、うわ、嘘や。うわ、天使の羽、これちょっと、あ、背負うって、うわ、嘘や、すごいわ。え、うわ、すげー、いいねー、これすごい。これちょっと、これめちゃくちゃいいね。これテンション上がるわ。かわいい、めちゃかわいい。ゆうたろうがマジでテンション上がる。いや、もう、これは、これすごくないですか。すごい。ちょっとこのようなクラスちょっと作ってきましたんで。マジで、まあ、そら7時間かかるわ。ケンスケ行くか。おー、やばっ。ケンスケのイメージっていうのは、はい、鎧っていうの。あー、まあまあ、イメージはね、衣装も、あの役の感じも着てますよね。どういうイメージがあったんで。すごいよね。はい、金ピカカッチュでございます。おー、すごい。ちょっと待って、ちょっと待って、すごすぎ。あ、頭まだ。ちょっと待って、すごすぎ。あー、あー、いい。やばい。めちゃくちゃ嬉しいな。これすごい、すごすぎる。これはすごいよね。一番時間かかったわ。あ、マジで。金とか銀とかもあるね。ある、あるの。普通のドンキとかの売ってないブースやの。そうです。お前なんか最近どこに買ってんねんけど。バルーンショップ買ってもうね、専門店一本ずつ売ってんねん。やばー、ね、ありがとうございます。そこもお前ちょっと待って。これ、これの何もない。恥ずかしいよ、鳥越さん。すげえ。じゃあ鳥越さん、あら、行っちゃいますか。あら、鳥は鳥なんです。あー、ありがとうございます。ただ、ただ鳥くんの鳥はかぶってアイキャン裏アイキャン。おめでとう。かわいい。すごいな。こっち前。あ、すごい。よしじゃあ、はい、ちょっと首ちょっとこう首動かして。あ、かわいい。今まで出会った中で一番嬉しい。いやー、これいいね。いやー、もう、おしゃべりなんで、なんや、ひどいこと言いましたよ、もう。綺麗な巻き。最低。うわ、シンプル最低。すごい。あの空気を凍らすな、お前は。まあ、後で覚えとけよ。え、鳥が動いていってる。あ、動いてる。あ、もっと前に、前に持ってる、前に。全然俺分かんない。あ、どうぞ。俺だか分からんけど、拍手されるの嬉しい。挟んでるだけなのよ。へぇ、バルーンとバルーン止めてないんだ。じゃそう、止めてない。なるほどね。そうそう。でも最後気になるな。はい、まあ、僕気になる。もうね、イグミこれしかないとあれ思ってたよ。へぇ、もうそんぐらいのやつが。そんぐらい。逆にイグミじゃなきゃこれはかぶれないぐらい。唯一気が作ってきました。なんだ、はい、楽しみです。止めてください。作ってきたのはこちらです。はい、磁石です。見て。ちょっと待って、説明するとね、まずね、一回かぶってきて。どうぞ。あ、ほー、見たことあるよ、奈良で。え、なんで、なんで今、奈良県の南都銀行っていう CM を5年やらせてもらってて、はい、今年のビジュアルが磁石人間って言ってネットにちょっと騒がれたんですけど、これはマジで想像できなかったんですよ。すごい。想像を5000倍すごい。しかもなんか透明のやつが真ん中を支えてるってこと。そうなんです。それがすごいわ。重いや、重いや。本物だ、本物だ。これ、かぶって、ちょっと挨拶しますよ。確かに、そうだ。行きましょう、じゃあ。はい、行きます。とりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。いくちゃんです。しょうちゃんです。僕たちの遊び場。あかんわ。もう一番シンプルやったよ。あれ、絶対壊滅的
ここでもう出し切ったからすごいヘイちゃんやろう。じゃあヘイちゃん、ヘイちゃん、はい、ヘイちゃん、オッケー、ノリちゃんです。ケンちゃんです。ゆちゃんです。イクちゃんです。ヘイちゃんです。僕たちの遊びバー。ちなみにごめん、どういうところ、こうヘですよ、ヘ。ひらがな、ヘ、ちょっとやってますよ。あ、まあ、そこはいいんだけど、ね、遊びバーのポーズ何したの？遊びバー、これなの。遊びバーみんなこれなの。そこはやらんで、なんでそっちゃった。制作時間、おのおのどんくらいなの？確かに、確かに。ケンって、3時間ちゃう。マジで。これはね、カモメを飛ばす試行錯誤をして、その時間ちょっとね、かかってました。ゆうたろうくんのはね、2つ目なのよ。1個目作って、ちょっときついかもな。あー、なるほど。いくみ、すぐできた。